皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年8月13日火曜日、今日の数波の言葉は、腸が綺麗だと病気になれない。よく秀の順に腸が綺麗だと病気になれない。雨が降り申さず。そして今日の BGM は、北の山が曇りてきたところを坂本龍馬の手紙を読む。読みたりしない。このアルバムの中から根太の手紙を送りしています。天下に事をなす者は、アルバムには根太もよく坂本龍馬本人が乙女姉さんに書いた実通の手紙を選び、そしてその手紙をそっくりそのままコピーしてですね、この中に実通私がいいように固めています。とても貴重な6月28日、そして朗読は乙女様へ、女優の小林愛子さんです。この手紙、人には決して決して見せられんぞよ。手に取ってじっくりと聞いて、そして手紙を見ていただければと思います。内緒、龍馬の体は気をつけて、その思いが手紙にも現れると思います。その文字にも現れていると思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。